おはようございます。三谷幸喜です。私は今プチョン国際ファンタスティック映画祭に来ています。ピコパー独占です。韓国プチョン国際ファンタスティック映画祭のマスタークラスに三谷幸喜監督が招待され、現地のファンを前に講演を行いました。三谷監督の最新作スオミの話をしようが誕生したきっかけについては、自分の体験談なんですけども、家族と一緒にいる時の自分と仕事の仲間と一緒にいる時の自分とは全然違う顔を持っています。家族と会ってる時に仕事の関係の人がそこに来ちゃった時、どっちの顔にすればいいかって悩んだ時に思ったのが、あ、このシチュエーションって映画になるなと思ったことです。また現地のファンに一足早い63歳の誕生祝いをしてもらった三谷監督は、この思いを一つの言葉に集約するとするならば、ペコパー。三谷節で会場を笑いに包みました。最後まで動画をご覧いただいた皆様、本当にありがとうございます。この動画へのいいねやコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。お願いします。フジテレビアナウンサー軽部真一と井上聖華でした。どうも。